こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらに置いてあるおもちゃ分かりますでしょうか？自分が前ね、レビューしたことがあるポケモンが変形してモンスターボールの中に入るっていうおもちゃなんですけれども、なんとね、その投稿した動画が、まず横動画ね、普通の長いやつが25万再生、そしてそのいろいろね、それぞれのポケモンのショート動画出してたんですけど、ギャラドスだけ200万再生 YouTube ショート言ってました。ありがとうございます。いや、すごいっていうね。やっぱコメントでもあったんですけど、やっぱ日本にない独特な感性の、やっぱこういう変形、なんかポケモン変形させるっていう、なかなかないね、おもちゃになってるので、まあ、そこが、皆さんやっぱ面白かったみたいですね。はい。まあ、ということで、それ、まあ、前、紹介したの韓国のものだったんですけど、中国の、元はね、中国が作ったやつなので、その中国のやつの、出てたやつ、はい、まだレビューしてないやつを今回レビューしていきたいと思います。それが4つありまして、右からルカリオ、ソルガレオ、ルナアーラ、サトシ月光が、何このラインナップっていう。この最初はまあ初代ね、赤緑で、いきなりこのまあダイヤモンドパールで、サンムーン XY みたいな。しかもサトシ月光がね、まあ、一応ゲームにもまあいたけど、まあ、アニメですよね、めちゃくちゃ活躍したのは、はい、っていうね、おもろラインナップなんですけれども、まあ、ルカリオめちゃくちゃ人気ですしね。で、なんかちょっと古くねって思うかもしれないんですけど、これ発売したのが2021年とかあたりなので、まあ、その時、まあ、ちょうどゲームがね、サンムーン流行ってたっていうのと、アニメでサトシ月光がもなんかすごいこうね、人気があったっていう感じのラインナップなのかなと思います。はい、ということで早速開けていきましょう。中身を取り出すとこのような感じになっております。それぞれのポケモン本体と、あとそれぞれの、まあ、モンスターボールですね、このマスターボールとかスーパーボールとかで、あとこの説明書が入っております。じゃあちょっと見ていきましょう。まずはこちら、あ、ルカリオのこれアニメイラストですね。うわ、なんかこのルカリオなんかめちゃくちゃ懐かしい気がする。ダイヤモンドパールとかの、はい。で、うわ、この説明書にこのカラーでこの写真載ってるのめちゃくちゃわかりやすいですね。はい。あ、で、これ中国語ロ、まあ、多分ルカリオってことなんでしょうね、きっと。この漢字は当て字で、で海外でもルカリオですね。はい、OK と。で、次、はい、こちらルナアーラ見ていきましょう。あ、ルナアーラもこれアニメイラストですね。あ、きっとこれもルナアーラって読むんでしょうね。はい。で、海外名ルナアーラですね。はい。で、写真 OK で、次はこちら、はい、ソルガレオね。はい。で、ソルガレオもアニメイラストで、まあ、これソルガレオでしょうね、おそらく。こう中国も、はい。で、海外名もソガリオですね。はい。で、はい、こんな感じで写真付きと。ソルガリオが一番あれかな、今んとこ変形工程が多いのかな。はい。で、次はこちらですね。はい。サトシ月光が、あ、かっこいいですね。うわ、待って、サトシ月光がの中国語名だけなんか多分違うのかな。コーガニンガエル、かっこよ、コーガニンガエル。そして海外名アッシュグレニンジャーですね。この海外だとサトシの名前、サトシじゃなくてアッシュなんですよね。アッシュキャッチェムみたいな感じの名前で、なんか捕まえるサトシみたいな名前らしいですね。で、このアッシュがこのサトシのローマ字から ASH を取って、で海外でも馴染みのある、ね、名前にしたみたいな経緯があるらしいですね。はい、こんな感じで写真付きで、はい、載ってます。だいたいあれか、変形工程は同じくらいから、なんかルナアーラだけなんかめちゃくちゃ簡単に見れた気がしたんですけれども、はい、まあ8って書いてるけど、まあ、はい、そんな感じですね。まあ、それでは早速見ていきましょう。まずは、こちらルカリオからね、見ていきましょう。はい、ルカリオの見た目こんな感じになっております。なんか目がなんか どこ見てんだって感じになってますけど、まあまあでも、まあルカリオですよね。目隠せばめちゃくちゃね、あ、ルカリオだ、はい、かっこいい。はい、
って感じになっております。でこれちょっとね、まあ足、あでもちゃんと足のこの肉球みたいなの造形されてるの嬉しいですね。あの LR って書いてますけど、これ組み立てる時に間違わないようにっていうことなんでしょうな、きっと。はい、でこれねちょっとね立たせにくいっていうところがあります。はい、こうやってちょっとね倒れちゃうので、ちょっと前傾にしてあげるっていう、はい、と立ちますね。はい、でこれすごいのが可動ね、アクションフィギュア並みに結構ね動くんですよ。この頭も動くし、尻尾もボールジョイントで動くし、でこの足もさ、この左右分けてこうやって動けるし、膝も曲がるし、こうやってね、あここ膝じゃないか、分かるよ、ここか、はい、なんかこの、うん、かかとの部分とかこうやって動くっていうね、めちゃくちゃ動くっていう、これ素晴らしいですね。はい、であここにも回転がある、待ってめちゃくちゃ動くやん、まあ、そのめちゃくちゃ動くせいでちょっと立たせにくくはなってるんですけれども、はい、こんな感じになってます。じゃあ次、はい、こちらルナアーラですね。ルナアーラ、はい、こんな感じになってます。いやこれ色めちゃくちゃ綺麗。ここさ、なんかさプリントか、これね、なんかプリントでしっかりとこの模様を再現されてたりとか、しっかりと塗装されてるのが嬉しいですよね、ちゃんと再現するために。はい、でここのね造形、うん、頭のこのまるっとした造形とか、ここ宇宙みたいなねこの模様があるところとか、ちっちゃい目とかまで再現されて、この口とかも素晴らしいね、これ。はい、こんな感じになっております。なんかめちゃこの翼丸いけど、うん、で立たせるときはこのなんかこの下の部分、これを後ろにやってこうやってね、はい、立たせるみたいな感じになっております。で次、はい、ソルガレオですね。はい、ソルガレオもここね、はい、しっかりとこうプリントされていてね、いいですね、細かい。でこのね、こういう細かいとこ、これあれかな、パーツ分けで色再現されてるのかな。この黄色は、オレンジは塗装ですね。はい、この尻尾とかさ、こういう細かいね、こういう黄色とか嬉しいですね。このお腹の黒とかね、はい、再現されております。で、サトシ月光がね、はい、こんな感じになっております。いやこのサトシ月光がのクオリティ素晴らしいね。はい、ちょっとねこの背中のね水手裏剣ちょい小さめだけど、まあさすがにモンスターボールに収まるねには、まあ、このぐらいの大きさだったんでしょうね。はい、でこういうねちゃんと手裏剣の模様とか、ね、こういうね水かきのとことか、いろいろ塗装がねしっかりされてるっていうところで、めちゃくちゃクオリティ高い。ちょっとここのあの部分が青っていうのが、まあ、若干あれですけれども、それ以外はもうめちゃくちゃクオリティが高いと。でこのサトシ月光がもうめっちゃ動く。はい、この、はい、頭も回転するし、ここの下の部分もこうやってぐるってねできるし、この体まあでももうすごくフィギュア津波のね、まあ、そこまではいかないけど、もうめちゃくちゃ動く。で足はこれ連動してるんですね。はい、足連動の太もも回転、その下も回転、ちょっといやここまで動かさなくてもいいよっていうぐらいなんですけど、めちゃくちゃこう動きますね。はい、でこうやっていろいろねポーズを取らせることができると。肘は最初から曲がってるっていうね、まあ細いんでね、はい、まあ、そんな感じになっておりますね。いやめちゃくちゃかっこいい。はい、まあ、っていうね感じになっております。でただまあ大きさ的にはそれぞれのね、なんだろう、共通した大きさ、なんていうの、なんだろう、絶対このソルガレオよりこのサトシ月光が大きいわけないじゃないですか。まあこれはモンスターボールにね収めるっていうルールがあるので、そこはまあしょうがないのかなと思いますけれども、いやめちゃくちゃこれ、このシンプルにフィギュアとしてのクオリティもね高いですよ。このはいミュウツーとね比べても、ほらこんな感じになってます。大体同じくらいミュウツーと。はい、でこの伝説ね、伝説同士の、はい、ちょっとね弱そうに見えるな、ソルガレオ、はい、まあ、っていう感じなんですけれどもね。はい、いや素晴らしい。はい、ということでちょっと変形ねさせてみましょうか。まずはじゃあこのルカリオから変形させていきましょう。まずは、この頭をくるっと180度回転させてあげて、尻尾もくるっと回転させてあげます。ではい、ここに溝があるのでそこを利用してこう頭を下に持っていってあげると。はい、で説明書だとこの後ろのこのなんか髪の毛みたいな部分、これはこのままって書いてるんですけど、こっちですね、はい、にやんないと
収まらないです。しかもここにせっかくねこの可動軸があるので、うん、こうやって動かします。で尻尾をここにくっつけてあげると。で次腕を、はい、くるっと反転させてあげて肘曲げる。はい、反対側もこれをくるっと反転させてあげてこう沿わせてあげるとこんな感じになります。こう全部後ろ側にこうグッとね持っていく感じですね。はい、でこの足も後ろに持っていってここくるっと回転させてあげて、はい、こうやって持っていきます。反対側もこの後ろに持っていってくるっと回転させて、はい、こうやってくっつけると。はい、この状態になったら、はい、こちらスーパーボールですね。パカッと開いてあげてこのルカリオを入れてあげて閉じれば、はい、これでルカリオゲットです。はい、という感じになっております。いや毎度のことながらね、まあ、ちょっと強引ではあるんですけれども、はい、こんな感じでルカリオを収納することができると。若干ミュウツーの変形もそんな感じだったんですよ。ちょっとミュウツー変形させてみましょう。ミュウツーの変形がまずこの頭を後ろにやるっていう感じで、でそのまま体をね、はい、こうやって後ろに持っていく。で尻尾をくるっとやって、はい、ここにくっつけてあげて、でこの手とかも全部こうやって後ろにねこう持っていってあげるっていう、はい、こうなんか後ろに持ってくっていうこの手足を、うん、っていう変形がちょっと似てますよね。はい、こうかな。はい、で足も、こうやって後ろに、ね、持ってってあげると。はい、こうですね、持ってってあげて、はい、この状態でマスターボールに入れてあげれば、はい、これでミュウツーもゲットになります。はい、こんな感じなんですよね。はい、っていうね、まぁ、ちょっとこうなんか分かってきましたよね、どうやって変形させるのかみたいな。はい、こんな感じです。じゃあ次、ルナアーラ行きましょう。ルナアーラの変形ね、はい、これめちゃくちゃ簡単、過去一簡単な変形なんですけど、まずはこの尻尾と頭をちょっと、はい、内側にこう持ってってあげて、で、はい、あとは翼をパタンと畳んでここつけるだけ。はい、これで、はい、もうこの状態でもうなんかもうぽいけどね、うん、なんかボールっぽくなってるっていう。はい、でこれを、はい、こちらマスターボールをパカッと開いてあげて、もう入れてあげれば、はい、すっぽり。はい、これでルナーラゲットになります。いや、めちゃくちゃ簡単ね、素晴らしい。だってもうこの状態でもうなんか成立してますもんね、うん、ほぼっていうね。え、めちゃくちゃ綺麗これ。変形も簡単だし、まあ、っていうこの翼を生かした丸への変形ですね。ってなるとこちらね、あ、ギャロスちょっと取れちゃったけど、はい、このリザードンもこの翼がちょっと丸っこいんですよね。ちょっとこれもやっていきましょう。リザードンの変形がちょ、ここね、ここ硬いんじゃない。はい、はい、開いて、で、首すべて、内側に収納してあげますと。でパタンと閉じる。で、この肘ちょっと曲げてあげて、はい、反対側も肘曲げて足上に持っていく。で尻尾を畳む。はい、でそしたらこれを、はい、くっつけると。はい、ここですね、ここにくっつけてあげて、反対側もこれをこの横にくっつけてあげて、はい、これで、はい、リザードンが、はい、あ、ちょっと待って、これが、ちょっといいのか、これで、あ、いいんだいいんだいいんだ。はい、これでリザードン、まん丸状態になると。はい、いや素晴らしい。ほら、こうやってなんかもうこれでもうそれぞれね成立してるようにね見えるからね。はい、でそのままモンスターボールに入れてあげると。はい、はい、めちゃくちゃ収まりがいいリザードンゲットになりますね。はい、こんな感じで、いや素晴らしい。このリザードンとこのねルナーラね、めちゃくちゃいいね。はい、じゃあ次こちら行きましょう。伝説ね、ルナーラと同じく、はい、ソルガレオ。
はい、これを変形させていきましょう。ソルガレオは、まずはここの頭を引っこ抜いてあげて、はい、ヒンジで動きます。で、次はこの足ですね。この足を上に持っていって、で、内側に畳んであげます。はい、こんな感じで、はい、畳んであげると。で、次、はい、尻尾をこうやってね、はい、上に持っていって、で、ここ体、はい、ぐにゃってね、曲がります。丸っこくなります。で、そしたらここの、はい、後ろ足を曲げてあげて、で、これをうまいことここに、はい、収納してあげると。反対側もうまいことここに収納してあげて、ラストはこの頭のここにフックみたいなのがあるんですけど、これを後ろに、はい、カチッとやってあげれば、はい、もうこれでもうまん丸状態ね。で、これをこのマスターボールに、はい、ポンと置いてあげれば、はい、これでソルガレオゲットになります。いや、これもね、このソルガレオの大きいこの頭、ちょっと丸っぽいこの形状を生かしてるっていうところ、素晴らしい。はい、これちょっとね、2つあるんですよ、この似てるやつが。ちょっと2つやっていきましょう。まずこちらカメックスですね。はい、このカメックス変形させていきましょう。まずは、ここね、ロケットを、はい、ロケットというか、はい、ここをしまってあげて、で、ここね、これを体をちょっと分割してあげて、中に頭をしまい込みます。はい、こんな感じでね。で、この足もしまい込んであげまして、で、パタンとね、閉じるかな、これ。はい、あ、ちょっと、はい、こうですね。で、閉じてあげて、で、ここの手を下にくっつけてあげて、尻尾もくるっと回転させれば、はい、もうこれで、まん丸ね、まん丸状態になりますと。で、これを、はい、パカッと入れてあげれば、はい、カメックスゲットになります。はい、こういうね、まん丸系ですね。はい、あ、あとそうだ、これもだ。はい、これ不思議花ね、不思議花もやっていきましょう。これめっちゃ簡単で、はい、頭と下に下ろす、はい、足をこう内側に持っていく、で、はい、このラフレシアみたいなのを上に持っていってあげて、で、これを、はい、ここにかぶせてあげれば、もうこれでね、はい、すぐモンスターボールに入る。はい、不思議花ゲットになります。このね、お花の使い方がちょっとここのね、ソルガレオのこの部分とちょっとね、似てますよね。うん、っていうのと、あと、ちょっとラストちょっと言っていいですか。これ、はい、ギャラドス。このギャラドスも、まあね、ちょっと似てる。はい。まずこのヒレをしまい込んで、で、ここね、後ろの尻尾。この尻尾を、2つに分割すると、はい。分割してあげて、で、この尾びれは、こうやってね、ここにくっつけてあげます。はい。で、そしたら、これぐるぐるっと回転させて、ギャラドスの頭を、上に持っていくんですけれども、はい、こうですね。上に持っていって、ここをカチッと閉じる。で、下も、はい、ここにくっつけて、固定してあげます。はい。で、そうしたら、このギャラドスの頭を、まあ、上に持っていってあげて、で、こちらのね、スーパーボールに入れてあげれば、はい、これで、はい、ギャラドスもゲットになります。はい、この、まあ、ちょっとなんですけど、頭のこのこういうね、出っ張りを利用して、上に持ってきてるっていう点がね、ちょっと似てますよね。はい。まあ、っていうね、感じでした。じゃあ、ラスト、こちら、サトシ月光がね、いっちゃいましょうか。こちらね、はい。これどうやって変形させていくのかというと、まずはこの頭を180度回転させてあげます。で、そしたら、次はここの足ですね。足をこう前に持ってきてあげて、で、こう畳む。はい。畳んで、こうしまい込む。うん。で、この手もこうやって内側に持ってく。
こうやって持ってきます。はい、しまい込む。でこの下、この下をこうやって、はい、沿わせる。はい、もうこれだけで、スーパーボールに入れてあげましょう。この状態でもこうやってね入れてあげれば、はい、これでサトシ月光ガもゲットになります。サトシ月光ガバトル後にね、普通の月光ガ戻ると思うんですけど、なんとゲットできちゃうっていう、このね、おもちゃだとね、うん、嬉しいね。サトシ月光ガゲットできる。いつでもね、だからこのサトシ月光ガの状態でもうスタートできちゃうよっていうことなのかな、これは。はい、素晴らしいね、まあ、っていうね感じです。これもまあ、ジャックあれかな、うん、似てるとしたらミュウツーかな、うん、このミュウツーのこの、まあ、全部このもう無理やりこうねギュッとね、うん、後ろに持ってくるみたいな、こういうのにちょっと似てますよね、偏見のさせ方。はい、まあ、っていう感じかな今回は。はい、っていうね、4体新しいねやついました。新しいって言ってもね、発売したの結構前ですけれども、はい、まあ、っていうね感じでした。ということでね、今回の中国で発売されているポケモンが変形してモンスターボールの中に入るおもちゃ、いかがだったでしょうか。やっぱりこのね、僕めちゃくちゃポケモンが好きなので、ポケモンと変形玩具が好きなので、その2つがね合わさってるっていう、もう本当に夢のようなおもちゃでしたね。はい、でまだまだね、なんと、はい、実はあります、こういうね、まあ、ちょっとこれとは趣向がなんか違うんですけれども、まあ、会社は同じなんですけど、こうまあなんかね、モンスターボールの中に一応ポケモンがいるみたいなね、はい、感じのコンセプトのおもちゃとか、あとこちらね、はい、これ知ってますかね、ポケモンクエストっていうスマホアプリがあるんですけれども、ナノブロックとかにもなってるやつなんですけれども、それのバージョンとかね、はい、こういうのもあるので、ちょっと気になった方ぜひちょっとコメントで見たいとかね言っていただければレビューしますのでね、はい、ぜひお願いします。まあ、ということでね、なんか皆さんもね、なんかこれこのおもちゃにしてほしいみたいなのあったらね言ってください。なんかよくコメントではなんかマルマインとかビリリダマとかどうなるんだろうみたいなコメントとかね結構あったんですけど、皆さんがねなんかこのモンスターボールに変形して入れなんか入ってほしいみたいな、おもちゃ化してほしいポケモンねいたらね、ぜひコメントしてください。個人的にはなんだろう、ノコッチとかデリバードとかそのあたりですかね。はい、まあ、ということで今回の動画以上になります。いいなと思った方ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルッケルでした。